国内三位の航空会社スカイマークは業績悪化による不採算路線の見直しに伴い。二十五日の便を最後に成田空港から撤退しました。スカイマークは二十五日夜の那覇からの到着便を最後に。成田空港を発着する便の運航を取りやめました。空港内の事務所や受付カウンターも撤去し。今後は安定的な収入が見込める羽田路線に力を入れる考えです。スカイマークは七月。 大型機 A380 の購入契約の解除をめぐりエアバス社から700億円余りの違約金を求められていましたが交渉の結果、違約金を減額することで月内にも合意に達するということです当面倒産や身売りといった事態は避けられる見通しですがスカイマークは26日から最大69%の値上げに踏み切るとしています。